クルに出てました。さっき家に着きました。じゃあもう明日から美味しいものを食べる予定なので、なるべくね。あ、でも今日意外とまだそんな食べてない、夜ご飯食べてない。お昼はヨーグルト食べたから、この時間のちょっとしたこれも許されると思っている。まず最近飲むようにしている無調整豆乳無調整豆乳、帰るの早い。そうかな、豆乳なんか無調整がいいですね。なんか最初飲んだ時は味がね全然慣れなかったけど、逆にこれじゃないと無理になった。なんか洋菓子とかさ、ああいう甘いお菓子は好きなんだけどさ、甘い飲み物はなんか苦手なんだよね。なんかなんか飲み物はなんかあんまり何かが入ってないやつのがね好きなんだよね。これで空腹をごまかす、まあこれからごまかすのも意味ないものを食べるんですけど あ、コーラは例外、コーラはすごい好き。でも健康志向とかじゃなくて味がゼロの方が好きかも、コカ・コーラは。飲んだすいませんね、ガラ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 そしてお次ましては、でもまあね、ご飯今日食べてないから許されると思ってる。王さんがくれたクラブハリエのバームクーヘンをちょっとだけ食べたいと思います。わーい、王さんネリートレシリアンだよ。レディートレシリアン、私がお使いしているレディです。ちょっとえ、これ自体がちょっとだと思ってるでは食べます。最近はジーチロー食べてたから久しぶりかも、クラブハリエの。え、あとさ、バウムクーヘン美味しいところってどこ？いただきます。ジーチローとまた違う、違う甘さだ。なんでしょうかねこれ。カットの仕方がね違うから、ジーチローはもっと細かくカットされて薄めで入ってるの。しっとりはね、ジーチローの方がしっとり、ねっとりっていうのかな、悪口じゃないですよ。しっとり感で言ったらジーチローの方が強い気がする。こっちはもうちょっと食感で言うとさっぱりなのかな。やーばい、あー、まあこれだけで満足しちゃうな。わー、おいしい。
しくてね。うん、美味しい。なんかしみる、なんかここに、なんか甘さと幸せがこの辺に。美味しいね。美味しいよ。紅茶にやめて、紅茶も飲みたくなっちゃう。やめて、後でコーヒー飲もう。何を見せられてるんだ。本当だよね、自慢。もらったバームクーヘンを食べて成長じゃない、こうやって食べてる姿もちゃんと配信するという。ASMR、 食べてる音そんなに聞こえる？ちょっとパセパリってしてるからかな。珍しいよね、こんなしょっちゅうしてないんですよ、食べる配信。最高よ、美味しいよあんた。ああダメだ、ちょっともうこの半分いっただけですごい罪悪感。みんな夜ご飯何食べたの？いっぱい食べるから食べるんだってねだからちょっと今日ぐらい我慢しようと思って。これは我慢のうちに入ってるのか分かんないけど、量はね、量で言ったら。おお、なんかすごいがっつり食べてる明日大阪行くよー。でもまたちょっとさ、私が行けないんだけどさ、何時に行くんだろうチケットもらったけどまだ何時か確認してないんだよね。やばい。あとね、荷造りも全くしない。そんなにね、日数いるわけじゃないから、そんなお荷物なんないだろうからと思って、すっごい余裕ぶっこいて今ショールームやってるけど、大丈夫なのかな私。なんにも荷造りしない。逆にさ、何でもさ、どっか遠く行きますって時にさ、早くて1週間、2、3日前から用意できる人すごいなと思う。私本当に直前じゃないと無理だわ用意。まあ、いろんなとこに行きすぎて慣れたっていうのもあるし、私も本当に直前、ちょっと早く起きて当日の朝用意する。海外行った時も本当に直前に用意した。だってさ、荷物をさ、お部屋で広げててさ、邪魔じゃない？メイクとかさ、ドライヤーとかもさ、すぐ使うからさ、すぐっていうかその日の朝に使うからさ、しまっちゃうとさ、またそっから取り出さないといけないさって考えると、やっぱ当日になるんだよね。まあ一応ね、今日のうちから用意するけどさっていう。
あ、もうやめとこ。半分食べた。なんかここ最近ずっとメイクあんまりその役的にあんま濃いメイクしないからさ、すごくめっちゃ薄いメイクしたんだけどさ、そしたらもう今日反動でめちゃめちゃギャルっちいメイクになりました。反動で久しぶりにマスカラビュンビュン、もうビューラーもガンガン上げて伝わる？こんな、こんな跳ね上げちゃってこんなにキラキラもつけちゃって、うん、そうだから持っていくメイク道具もさ少ないからさ、本当に今用意してもなっていうと思っちゃうんだよね。使うメイク道具も少ないからさ、ギャンギャン、その水で元カレ踊ってほしい。これね、確かに元カレです。 やってそうだね。ネモハモルーマーもできそうで、その辺のダンスね、いつもアップするときにやってる、だから忘れないと思う。元カレですとか、マイク持たないでなんか両手振りでできるやつ、ヘッドセットでやってたやつとかも結構今やってる、アップで使ってます。一番はやっぱエスケープかな。エスケープ飛んだり跳ねたり結構体使えてアップにちょうどいいからね、誰もいない時にねこそこそやってるよエスケープ完璧に踊れる私今。元カレって言葉に乗った、確かに曲名がね元カレですっていう曲だから、それを略しちゃうとね本当になんかそういう話してるみたいだね確かに確かに、ここがすごいもんね、これで一気に体が温まるよね。エスケープをめちゃめちゃやって私。すごいでしょ。なんかすっごく早起きして劇場まで歩ってってただの変な髪型して歩ってってたの、すっごく早起きして。でも雨降った時はさすがにちょっとだるいなと思って、もういいや今日はと思って、もうそれで行って、でも体温まってないな。だからその歩いてる時になんかセリフとかを返せるなって、それで歩いてたりするんだけど、
雨降ってる日はもう傘差しながら歩くのやだなと思って、それで、あ、体でも温まってないなと思って、なんか客席の空いてるところとかで踊ってて、そっちの方がコスパがいいことに気づいて マイク持って歌ってるやつは左手動かせないからさ、そのそう振りわかんないから、やっぱダンス曲になっちゃうよね。そう、あるって言ってた。もう後半やめちゃったもん。あ、踊ればいいじゃんってでもなんかそういうの関係なく全然この時期に歩くのがすごく好きだからいいよね。今本当にいいよね。昨日さ2時間ぐらいさ夜歩いてたんだけどさ、後ろに歩いてたの海外のお客様とかさ、なんかコンビニでなんか買ったらしくて、全然そのどこの国の言葉かも全くわからない会話をさ、同じぐらいのスピードだったからそしたらさ、半熟チーズだけ聞き取れて、そっか半熟チーズって聞き取れちゃうんだって思ってた。ちゃんとこの商品名をちゃんとなんかずっとわかんないの、何喋ってる半熟チーズかわいいってコンビニで半熟チーズ買ったんだと思って、半熟チーズだけちゃんと日本語で言ってるの、本当に聞き取れちゃって、もうそれがさ、もうニコ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 しちゃった。美味しかったんだろうな。結構会話の中で出てくるのよ。2人組の女性の方がね、後ろ歩いてたんだけど、半熟チーズ、半熟チーズみたいな。かわいいと思って。ね、そう、商品名だからね。あっちのその国での半熟チーズっていう言葉はないのかなって、ちゃんと日本でその買った、どこのコンビニなんか半熟チーズケーキなんか売ってるんですか、コンビニで気になっちゃったよ逆に私が。え、本当に面白くて可愛かったもんそこだけピンポイントにどこかな、でもそういうのローソンとかに売ってそうだね。ねえ、どこのコンビニになるんだろう。じゃあなんか時間的にもコンビニでしかスイーツ買えないよなみたいな時間だったから、ケーキ屋さんとかじゃなくて。可愛かったな、気になってる。そうあ、ほんと？ローソンにあるらしいよ。パチパチパチじゃないよね食べたくなっちゃう。じゃあ半熟って言ってたの。いいね、いいね。食べてみてね、見つけたら買ってみよう。なんか減ったね、わかる。でも私はなんとか今日は我慢できそうだ。
ケイケ、こういうイケイケな時につけてるやつ。いやか、かわいい。衣装の写真載せなきゃ。明日どか食いするため、そうなの。明日そうご飯行く約束してるから、もうね、我慢我慢。調子じゃまだまだ寝ないね。え、寝るよ寝るよ。10時、おいい時間ですね。でも用意もね、そんなねかかんないからね。確かに今日のメイクは濃いね。そう、アイラインが強いのかな今日は、うん、ゼロ時間は本当にすごい作品でした、うん、ね、アガサ・クリスティ様も。番組の、ね、方が来てく見に来てくださったりとか、あとなんか事務所の人も結構来てくださって、それも嬉しかったですね。演出家の野坂さんにもなんか演技好きなんだねって言ってもらえたり、そうなんか今回このキャスティング、そうで本当良かったと思いましたって言っていただけて、めっちゃ嬉しかった。ね、そう言ってもらえるのはとても嬉しいですよね。なんか最初の時とかさ、もう稽古のスピードすごくて、みんなまあ、あの始まって本読みやって1日目2日目とかは、まあ、その動きをつけてもらったりするんだけどさ、まあ、みんなね、セリフはもちろんもう外してできるぐらいにも入れてくるんだけど、やっぱ動きがつくと本当になんかあれれれってもうちっちゃくめっちゃかって感じになっちゃうんだけどさ、でこうやってじゃあこうみんな席に座ってて、台本ペラーって開いてて、口頭で、ね、なんかこのセリフの時に下手からインしてくださいとか、このセリフで椅子座ってください、このセリフでこっからここに移動してくださいみたいなことを言われて、それをうわーって、これはこのカンパニーでそのスタイルだけで他の時はまた違ったりするんだけど、今回はそういう風にまず言われて、それを先に説明していっちゃいますって感じで言われて、うおーってやってそう、はーい、じゃあ5分後やってみますみたいな、なるほどねみたいな、そういう感じねって。だからその5分とか10分の間にもうなんかちょっと実際に自分でそこに行ってみて、この時に喋ってもらうとか言ってるんだけど、そう、でまあ個人差はあるじゃない、そのシーンそのシーンで。で私はその時自分が結構喋る、冒頭の結構喋るシーンを言われたから、影の方でブツ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 って言ってたらずっとほんとみんなの輪の中に入らないでずっとセリフやってるよねっていやそれは私がたまたまね、たまたまその時私がてるシーンだったから、その時一生懸命ブツブツ孤独にやってたけどと思ったけど、それで演技が好きなんだねって言われた好きだけどさ必死だったっていうのがあってね。
でも私もなんか好きに動いてって言われるより言われちゃった方がすごいいいですね。じゃあこのシーンやるからちょっと最初に好きにやってみてよってやられるのがすごく苦手だから、今回のスタイルでつけてもらった方が私的にはやりやすかったです。自由に、なんか動きとか無理できない。セリフ長いの？いや、そんな長いセリフとか私そんなにないの。ウサカラバでもカンパニー、なんかその辺私詳しくない、舞台の世界のことあんまり知らないからな、用語とか呼び方とか難しい。座組っていう時もあるし、カンパニーっていう時も、何の違いなんだろうね、あれね。でもどっちも言う。町沢も全然覚えられないし、まあ、日本人だからいいやと思うんだけど。覚える覚えないじゃなくて、なんかね、自分が使ってるとなんかゾワゾワしちゃう。なーに、かっこつけちゃってと思って必ずお昼公演夜公演と言いたくなっちゃう私は。あとなんかやっぱうろ覚えで、なんかなんだっけ、マチネだっけ、ソワなんだっけみたいになっちゃうくて、そう、間違った言葉使ってたら恥ずかしいから、そうだからマチソワはなんか言えるの、マチネとなんだっけってなる、いつも。そういう時はもう昼夜っていうね。それか、待ちね、そわれ、そわれ、待ちね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 がね、もういい、いいんですよ、もうそれは、うん、いい、私はいい。あと代わりにこう入ってくれる人とかの呼び方もなんか近かったりするから、どういうことだってなる。わかんない、何語なんだろう。なんか男女でいつも、あ、いつもじゃないけど、その作品によってはその人があのキャストの中でこの人が何役で出ますって発表されてるじゃん、まあ、AKB でいうとアンダーみたいな、そうそうそう、そういう人たちのことをさ、スイングって言ったりしてさ、稽古でもその方が何かでいらっしゃらなかったら入るし、本番ももし何かあったら本番も出るしみたいな、そういう人のことスイングって言ったりするけど、でも今回はアンダーって言ってたし、なんかよくわかんない。スイングっていう人たちは本当に本番も出る、もうずっと、もう絶対に公演をね、上演するも遂行するみたいな、そういう感じで。なんかピーターパンの人たちは本当大変そうだった。だってピーターもやるし、ウェンディーもやるし、他のダンサーの役も全部、僕全部の稽古参加してて、だからフライングもね、練習もね、スイングの方一緒だった。毎公演フライングの稽古するんだけど、本番期間中も安全確認とかもするために、その時もスイングの方も必ずやったりするから、いやだから本当にスイングっていう人がいるカンパニーだったら絶対にスイングの人が一番大変。
って全部本当に全部覚えないといけないから、アンダーってなったらさ、なんかその一個人、この一人の人だけのなんか覚えたりするけど、すごいよね。絶対できないな。何か一つの役割を与えられてそれを追求するとか極めるってことは好きだしさ、いや本当やる気こう できるけどさ、出るか出ないかもわからない、あと全部覚えないといけないみたいな、もう本当にできない。すごい、そういう人があってこうね成立しているね作品とかもありますからね。でもね、役者の世界でこうずっと始まってずっとここで生きてる人たちってそういう経験をしてさできてるからね。私はねこっちの世界でキャリアを積んでいきなりこうってこんにちはって言ってさあこの世界ね足を踏み入れてるからねすごいなと思うし、リスペクトリスペクトこんにちはこんにちはね、いろいろね。でもだから、ね、こっち側のなんかルートでしか見れなかった世界とか経験できなかったものとかもあるけど、そうお勉強になってます。舞台を見に行きますか。そうだね、この作品終わったらまたほんのちょいちょい開くから、もし誰か出てる作品とかあったら見に行きたいですね。秋だから遊びに行くよ大事大事。ヨコって今何してるんだろう。それで連絡してみよう。もう最近あさほさんぐらい、さほさんとあとひーちゃんか、本当にちょっとした連絡だけど、あと全然みんなと何にも連絡してないよ。何してるかもわかんない。そんなめちゃめちゃ連絡とかしてるわけじゃないよ。ひーちゃまはお誕生日とかその新しいグループのね、あれお披露目なんか、私が見たやつ、そうなんかそういうのチロチロっとね。もうさ全然会ってない。あとあのさほさんはあのアルバム最近んこれから出るのか、 AKB が今度アルバム出すんだって、久しぶりね。でもなんか私が想像してたアルバムと違った、どうなんだろう実際。てか今まで出たシングルもなんか全部聴けるみたいなのじゃなくて、なんかカバーするんでしょらしいよ。
かそれの選抜、しかもなんかなんか選抜の発表があったので初めてじゃない？カバーアルバム、え、自分たちのところの曲のやつは出さないのかな？そっちは出さないんか？わかるね、アルバムといえばね、ツーショット写メ会だよね。それはやるんでしょ。私もアルバム選抜すごい夢だったなっていうの、あのジャケ写に写れるみたいなやつの方もね。でその人、それに選ばれた人たちはさ、あの私もね、ごめんね好きになっちゃってとかいただけたけど、曲ジャケ写にも映って、そこでしかないユニットで曲もらってっていう、なんか一つのなんか目標っていうか夢だったりしたから、ジャケ写夢だったな、アルバムの、うん、いやでもごめんね好きになっちゃって、ですね、あれにユニットにね入れたの嬉しかったな。ごめ好きって略してるんだ、初めて見た。ちゃんと言ってたらごめんね好きになっちゃってって今まで。確かにごめ好きって略した方が楽なんで、なんで気づかなかったんだろう。りんちゃんの卒業コンの曲みんな好きでしょ。もうあれでもやっぱね、曲数が限られちゃってたから本当に絞って絞ったけどね、私も好き。47は本当に迷ったけど最後入れようかどうか。やっぱ前日にもうちゃんとみんなと楽しく終われたから、それをそこはね、それで思い出にしまいましょうということで。そう、 2days でできちゃった感覚だったから、そうだったら違う曲に当てようかなと思って、せっかくね曲数あれだと思って。私まとめてない動画結構あるんだよな、やんないとな。ちょっとしたあれだけどさ、あのセレモニーの時の裏撮ってもらったメイキング的なマネージャーさんに撮っといてもらった動画も全然まだまとめてないしさ、アイドルなんかじゃなかったらのジャケ写の動画もちょっとまとめた気がするけど、あげてない気がする。あげなきゃ。爪が綺麗、嬉しい。そうなの、爪昨日買い物し、あ、出たる、うん、ある、動画あるよ、持ってる。ちょっと舞台終わったらまとめます。そういえば昨日ね、ロフトにね、お買い物に行って爪の整えるセットを買ったの。もう爪切りじゃなくて、この綺麗にこの丸、爪先をこう丸みをこうヤスリを買ったり、なんかささくれとかこういうなんかちょっとしてチラってやつをこうカットする中、ステンレスのなんか買ったり、本当にもう専門的な感じなやつ買って、昨日お風呂入りながらこっちきて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 、いい感じに綺麗になった。あるの高いなとも思ったけど、でも安いの買うとまたダメになった時さ、またそれ買うと
そっちの方が高くつくかと思って、いい、ちゃんといいやつ買った。そう、今すごい綺麗だよ。りんちゃんもささくれできる。そう、できちゃう、できちゃう。触っちゃう。チュルチュルしてて。りんちゃんもう制服の羽踊る気。制服の羽だけはもうない、本当に。制服の羽だけはもうきっと、歌うことはあるかもしれないけど踊ることはないんじゃないかな。ないでしょ。今一度あの歌詞を聞いてみてよ。今の私も歌えない。制服の羽無理。可愛すぎて無理。力いっぱい否定しなくてもないよ。制服の羽はちょっとやっぱ恥ずかしいですね。夢へのルートは全然、うん、はい、全部が好き。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。やっぱあの時にあのみんなでもらった曲と振りだったから弾けてできてたけど、47はもうずっと大好き。いつでもできちゃうよ。エイトの曲はいいものが、なんか優しいよね。歌い手のこともなんか秋元さんが考えてくれてるというか、やっぱまだ表現力にこう、なんだろうね、そういうものが乏しいというかさ、表現の仕方もすごい優しい。歌詞の私たちにもスーって入ってくるような、考えなくてもストレートだよね。なんかそこがよかった、響くよね。制服の羽初披露した場所覚えてる？名古屋じゃない？そうだよね。あ、違う、名古屋だよね。この間名古屋行った時、多分そこ披露した広場通ったよ私。勝手に懐かしいなと思いながらうなぎ食べに行ってどうだよ、名古屋だよね。広場、広場っていうか、なんか道路と道路の間に挟まった、なんか、細長い公園みたいなところであった。うん、多分公園じゃないかな。お祭りとか行ってたよ、この間行った時。細長い公園。あ、そうそうそう。でその後あの SKE 劇場私行ったから、あ、そう、大通り、そう、劇場の、そうそう、近く近く。何年ぶりにかってぐらいに行ったけど、なんか一瞬で記憶が蘇ってきた。名古屋はあんま行ってなさそう。そうだね、確かに確かに確かに。まだ職場と無理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 です。だって私の担当のあれ、あの私の担当してる歌詞がもうぴょんぴょんだもんだって。無理無理無理。ポジション違いでいろんなとこやってるから、なんか歌割りも忘れてきちゃったな、自分が担当してるところ。でも本当に一番新しい記憶に新しいのでやってたところも本当にピョン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 、恥ずかしい恥ずかしい。もう本当にね、恥ずかしかったです。最後にやった時もファーストラビット
ットは好きだよ、全然できる。なんで恥ずかしいの？え？ちょ、自分でちょっとやっ想像してみてよ。衣装とかもなんかマッチしてないとこれは結構恥ずかしいですよ。最後にやったのはあれじゃない？ラストコンサートじゃない？途中でコント入ってごまかされたけど東北レンジャー入ってきたから。年齢を気にして、なんかもう自分の心がもうちょっと違いますね、なんかちょっと違うかも。走らいながら踊るの見て変態やん、そんなのもうやだなおさらやだやめてよもう。バースデーイベントは何するの？まだね考えてるよ、作戦会議中です。この前ハチの巣ダンスを元8メンバーで見てのこと。やっていいんだ、まあ、やるか。何で、なんか握手会的なライブで。でもあれから変わってないかメンバー。誰が最後卒業したの？お代理？その後いないイメージ。東京ファンミ、ああそうだね、全役だったらあるか。お代理が最後か。はあ、そっか。じゃあメンバー変わってないんだな、あれからね。卒業メンと会ってない、会ってない、うん、最近はね。最近は新しくなんかその知った新しく知り合った人っていうのかな、あの共演して。結構マリさんと一緒にいますね、あの今回の舞台で一緒になったケイの役やってる。宝生さん、そう、私はマリさんって呼んでるんだけど、宝生大さん。もうなんか頼れる姉さんって感じで、そう。そう、みんなの前で言わないもんね。そうそう、本名のね、呼び方いっぱいある そう、なんかもうなんかどんどん何でも話せるようになってきちゃって秘密を共有してます。
確かにね、先輩も今までいたけどさ、なんか全然違う世界でのなんかお姉さんって初めて私になんかいたけど、今までもね、でもなんかいろんなことを話せたり頼れたり話聞いてもらったりとか仲良し、サバサバ系、私なんかさ絶対性格明るくなった何言ってんのって思っちゃう、みんな。わかんないショールームとかやってる時は全然変わってないかもしれないけど、なんか最近ね人と話してる時、あれ私めっちゃあれ性格明るくなってないって最近思った。そう、ほんとやっぱさ一緒になる人みんな関西の人が多すぎて、今までもなんか陽キャなのかなって絶対そんなわけなく、あんまりないかもしれないけど、私さ握手会の時ぐらいしかオープンになってなかったの本当に自分。そうメンバーといる時もそんなね、なんかガシャガシャ話すタイプじゃん、そんなにね、比較的に、ね、話すけどあんまりそう心開けなかったなみたいな。でもファンの人と話すときは本当にいい意味で何も気にしないで、うん、オープンって感じで話したんだけど、なんかそれがだんだん、あでもあれだよ、卒業するときとかは全然オープンになってたよもちろんね、それはもちろん。でもそれをグループのメンバーじゃない初めて会う人人にはまだまだちょっとあれかもしれないけど、ちょっと慣れてきたらなんかあれってちゃんとなんか社交的に人と接することができているなって最近勝手に思ってるんだけど、いやだから明るい人たちに囲まれてなんか自分もねなんかねそう慣れてきてるね、なんだ日本語変だなって気がしてきてるの最近。いやすごいなって、いや、まあ圧倒的に皆さん大人だからね、話もうまいし面白いしさ、ねえ嫌な人が本当にいなくてめっちゃ学ぼうっていうそういう姿勢でなくても勝手にこうそれがなんか自分にこう染みてきてるというか自然となんか身についてきてるんだなって思うの。本当に素晴らしい人がたくさんで、見事に本当に関西の人たちに囲まれてるね今ね。うん、いや本当にいい環境だもん。なんかどんどん自分の中でもうなんかすごいねこれでほぐしてもらってる、すごいなんかどんどん私も明るい人間になってきてる今。うん、改めて教えてよかったですよって言われてる今そんなさあそんな感じで出てた私今。関西弁はよくでも分かんないんですけど、そう人見知りはないの、うん、殻を割ってもらえてる。あーそうなのかもね、変なプライドとかさカッコつけたがり屋みたいなところをさ壊されてるんじゃなくて、あこなんか自然となんかいい方にもっと柔らかい方にこう自分がこううーって引き寄せられてるというか、うん、関西の方ってフレンドリーなイメージ、わかんない人によってだと思うけどね。
しいですよ。あ、でも全然メンバーとも会う約束はしてたりするから。そう、導いてもらってます。荷造りする？する？荷造りした方がいいかな、もうそろそろ。みんちゃんまだそのままでいいんですって。そのまま？どの辺？人付き合い下手くそ岡部凛でいた方がいい。でもみんなが言うほど下手くそじゃないからね私。でもねちょっとね自分のいけないところは本当最初だけ頑張って、なんか後からなんか面倒くさくなっちゃうところは良くないなと思います。なんか途中でね諦めちゃう、あなんかもういいやって最初頑張るんだけどね。そう、最初の印象は良くしないと頑張んないかと思って、なんかよろしくお願いしますとか最初すっごいなんかだけど飽きちゃうのか、なんなんでしょうね。飽きるなんて失礼なことを言っちゃいけないですけれど、飽きる目が早い、何なんだろう。途中で頑張れなくなって最初にエネルギーを使いすぎちゃって、なんか新しく始まるなんか作品とかさ、そういう時いつも最初頑張る。毎日多分稽古で行ってるから疲れちゃってるんだな。うん、そういうことだ。そういうことにしておこう。なんか人見知りの人の方がさ絶対印象いいよね。でそこからだってどんどんさ、あ本当はこんないい人なんだみたいな、こうやってなくなるけどさ、絶対私のパターンはさ、あれおや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 みたいになりかねないじゃないあんま最初頑張りすぎても良くないよね。え、でも話しやすいねって言ってもらえたから多分そんな悪くないと思う。うん、頑張れてるんだと思います。よかった。ちゃんは話しやすい。簡単？いやでもみんなはいいのよ。だってみんなはだってさいいじゃん。それはだって私が安心して話せるなんて好きで来てくれてるじゃない。だってだから私もさ、そう全然話せるけどさ、のりんちゃんが好きだって、ありがとう。我々のことは嫌いないかな。いやだいぶこっちのセリフだよそれは。本当にだって私がね頑張る理由なんてさ本当に
自分の個人的な夢を叶えるとかもあるけどさ、やっぱみんなに見てほしいとかさ、感想聞きたいなとかさ、それが原動力でやってるわけだけどさ、みんなはさ勝手にもう好きじゃなくなったらさ何も言わずに去ったりするじゃん全然平気でさ、ここにいる人たちはいないけども、今いない人とかさ、すごいなって、怖い、みんな逆に怖い、あんなにさずっと好きでいるねって、あんなにね熱意持って握手会とかですごい目をキラキラさせて言ってくれた人が本当に今何年もさ来てなくて、本当にね全然あって、怖い、みんな怖い私の方が約束守ってるんだがって怖いよ。まあでもそうだよね、握手会とかで目の前にしちゃったらさ、思ってなくてもそういうこと言っちゃうよね、まあ、自分も言っちゃうだろうなと思ったら、まあ、人のこと言えないのかとか思ったり、言ってる時は本気なの、そう、わかる、すっごいわかる、きっと逆の立場だったら自分もそうだったろうなって、嘘は言ってないんだけど、めっちゃう、あ、もうこれ以上言ったらもういけない、今いる人を傷つけてしまいそういや本当に、あ、全然こんなに、え、わかる、そうなの、そうなの、そうなの、それすっごいわかる、ね、だからまださ握手会とかでさ隣のレーンとか行くので全然もう優しくて、だってそこにいるのが分かるから。でも今こうやってさ卒業してもう本当に自分の個人的な何かのお仕事で来てくれたらもうそれでしか見えないって、ごめん、ちょっとお前いつまでアイドルしてんだって話になるよねこれね、すいませんね、あのいやでも本当にそう、見なくなるとね、うわーって、あの熱量って何だったんだってすごいなんか無の気持ちになる、悲しい、寂しいし、かもちろんそうなんだけど、あ、人ってこんなに急に無になるんだって、あの愛って急になくなっちゃうんだって怖くなった、びっくりした、いや本当にこんなにも残酷なものなのかと思った、ね、どうしたらいいか分からなくなっちゃう、なんかみんなは何か自分ががっかりさせるようなことをしたのかなとかさ、まあでも確かに好きな気持ちってそんな続かないかと思ったり、いろんな事情、そうですよね、そうですよね、はい、そうですよね、あ、慰めのお城が立っているごめんね、なんかこんな話したからなんかうわーってなっちゃった、ごめんね、ありがとうコリンか、ありがとう、
ってこんなところに、待ってタワー立ってるじゃないか。ありがとう。あ、待って遡れなくなった。ありがとう。やだ、なんかさ文言してるみたいでやだごめんなさいごめんなさい、恥ずかしいです恥ずかしいです、すみません。おい、なんかこの寂しさを埋めるために立てろって言ってるみたいでやだいやごめんなさいね、ほんとね、すみませんね。サトシありがとうね。待って、この流れ良くないな。ありがとう、もう止めよう。はあ、ありがとうサトシ、ありがとう。ねえねえ、一番最初に立ったタワーでだ。なんでこの話になった。なんかずっと前から思ってたんだけど、なんか急に痛くな、なんか言いたくなってしまった。清信かな。ありがとう清信、ありがとうございます。手作り頑張れたわ。やばいやばいね、いい加減手作りしなーってね。明日何時に私行くんだろう早く見なよってね、チケットね。行く時間、ごめんなさい、私が把握してないだけですね。違うんだよ違うんだよ、今いる、今ここにいるみんな、まあちょっと見ない人もいるけど、そう、みんなに支えられてますよ。そんなこと言わないで。よかった。明日仕事で行けない。明日？明日？明日？明日は、明日特にステージには立っていない。明日は大丈夫だ、気にせず頑張ってくれ。明後日あるけどね。よかった。明日はない。ああ、そうだ、私がバームクーヘン食べてる時に立ってくれたな。ごめんね。半分残ってる、あげるありがとうね。世の中は3連休らしい。へえ、そうなんだ。終わらせないといけないけど終わりたくないな。でも終わんないとね、写真あげなきゃ。特に話したいこともないんだけど切りたくないんだよね早く切りなよってね。
番だるいだるがらみってこのことだよね。びっくりしてるとこやだよ。下着とか映っちゃったらどうするの？そんなあんなデジタル写真集って出しといて、こいつは今更何言ってるんだって顔しないでもらってもいい？みんないますか？16日オンラインサイン会いますか？あ、いっぱいいるやんけ。嬉しいな。わーい。出席確認しちゃうんだからもう。かな。どれぐらいかかるだろうね。1時間？2時間？どれぐらいだろうか。申し込んだよって嬉しい、ありがとう。出席確認、いやいや、やっぱオンラインサイン会名前やで書くわけだからさ、誰がいるのかなーって。話し会は調整中です。でもなんか予定さすがに詰め込みすぎたかしらっていう。だって茨城のさイベントもあるしさね、ファンクラブのイベントもあるしオンラインサイン会もあるでしょ。そうで結構みんな予定いっぱいじゃないと思って。入れたいんだけどね、入れたいんだけど。でも噂によるとみんなポイントは持ってるっていう。枠が取れなくてポイントを使いやなんか余してるっていうお話は聞いたから、その辺を考えたら意外といけるんでねえかっていう感。どうなんだろう。多めに買っちゃってでも枠取れなかったからポイントだけめっちゃ余ってるってめっちゃ言われたんだけど。早く消費されそうですよな。そうだよね、いろいろして。じゃあみんなが報告してくれるから、そういう、そう、あ、そうだったんだと思って。そうですよね。必ず必ず開催するので。嬉しい。でもみんな話したいと思っててくれることが嬉しいです。嬉しいです。はあ、やる気は出ないけど荷物まとめるか。よっしゃ、頑張っちゃう、頑張っちゃう。全然やる気ないけど、全然ね、もう一生ここでダラダラ話せちゃうので、いい加減気合を入れて準備をしたいと思います。ありがとね、こんなグダグダな配信に付き合ってくれて。
話し相手になってくれてさようなら。ありがとう。でもちょっとね SNS とかいろいろ上げなきゃいけないものもあるので頑張ります。じゃあ来てくれるよって方は明後日の TT ホールでの0時間へでお会いしましょう。お会いって言っても喋れるわけではないのですがありがとうございます。お待ちしております。頑張ってきます。バイビー、切ります。おやすみなさい。ここでは